ラダイスです。今回は海上自衛隊さんの護衛艦もごみが入港するので入港式典にお邪魔しました。これから入港してくるということなので撮影させていただこうと思います。楽しみです。はい、護衛艦もごみが来ました。あ、すごい横浜で止まってるところを見たことあるんですが、動いてるの初めて見ました。これから入港です。楽しみです。ヘッドに泊まってたんだよね。港未来のあれだったよね、確か。そう、観艦式の後。あ、そうそう。そう、泊まってたのは見たことあるんですけど、動いたの本当僕初めて見たので、すごいね。9ヶ月か10ヶ月分ぐらい。ぐらい、はい。すごい。めっちゃかっこいい。かっこいいよね。テカテカ。すごいの。だと私は思いました。今ちょうど後ろの方、艦尾の方に行くので、もうちょっとであの護衛艦もがみって文字があるところに着きます、はい、着きました。こう乗るところとかにマークもあります。 FFM ね。ここら
一緒、おさらいおさらいになってる。あ、すごい。後ろ側にもモガミって文字があるので、そっちも見ましょう。モガミ、はい、ありました。すごいね、綺麗だね、かっこいい。うん、いい感じですね、うん、いい感じです。そっか、自衛官の方で、あ、受けてる、すごい、なんだろうあ、そっか、最上のあのあれかも、獅子のやつかも。ありがとうございます、すごい撮らせてもらいました。はい、ということで今回は最上の入港を見せていただきました。護衛艦最上一番艦ということで、え、ちょうど去年ですね、横浜のハンマーヘッドのところに止まってるのを見たんですけど、動いてるのは初めてだったし、あのやっぱり綺麗な船でかっこよかったです護衛艦最上の一般公開は8月の2日の朝9時から15時半ぐらいまで受付をしていて、皆さん新潟西港で見れますので、気になる方はぜひ見に来てください。くるっと回ってくると見れるっていう感じですね。はい、はい、ということでこの動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!